ペーター・ショルツェは数論機科学を専門とするドイツ人数学者。ドイツ人だが日本では英語風にピーター・ショルツと表記されることもある。ボン大学教授、21世紀の数論機科学の世界を牽引するリーダーの一人と評されている。2018年30歳でフィールズ賞を受賞した。ドイツのドレスデンで生まれ、ベルリンで育った。父親は物理学者。 母親はコンピューター科学者、妹は科学を学んだ。学生時代に国際数学オリンピックに参加し、3つの金メダルと一つの銀メダルを獲得した。2012年に指導教官のマイケル・ラパボートの下で、ボン大学より博士号を授与された。2011年7月から2016年までクレイ数学研究所の研究員であった。2018年、 マックス・プランク数学研究所の所長に任命された。ショルゼの研究は、数論機科学、例えば、P シン数と、その応用に集中している。ケルト・ファルティングス、ジャン・マルク・フォンテーヌ、そして後に、キランケ・ケッド・ラヤによって開発された、以前の基本的な理論のいくつかをよりコンパクトな、形で提示した。ウェイト・モノドロミー予想を部分的に証明した。 パーフェクトエド空間の概念を導入した。2012年、博士号を取得した直後に24歳で、当時のドイツ最年少教授となった。2018年、もち真き一が発表していた、ABC 予想の証明に関する論文に対して、計算点12に根本的な欠陥があると主張した。2020年4月3日、もちきの論文が約8年の査読を経て、 数学専門誌、プリムズに掲載されることになったことを受けて、もちの所属研究機関であるリムズが開いた記者会見では、リムズの教授であり、プリムズの共同編集者の一人である玉川明男は、もち教授自身が反論をしており、再反論もないなどとし、論文の価値判断に影響はないとの認識を示した。一方で、ショルツェ自身は、今回、 論文が受理されたと聞いて驚いているとコメントした。ありがとうございます。